さっきのボンクライガレビュー。今日はスパイダーマンシリーズを、えー、レビューしたいと思います。僕はスパイダーマンに初めて会、えー、ったと言いますか、ちゃんと映画を見たのは、まあもともとサムライミファン、白のハールトやサムライミファンだったんで、えー、2000年の方に、えー、映画を見ました。えーあ、正直面白かったですね。こんな映像見たことねえやと思って。 元々僕は聞いてたのは、その制作の1年前に、監督は実はジェームス・キャメロン、えー、そして、えー、ピーター・パーカー役がデオナルド・ディカプリオって聞いてたんですね。しかし、まあ、あの、タイタニックのヒットとか色々ありまして、えー、ギャラの問題が発生するわけですよ。しかしながら、あのー、名残は残ってます。えー、5組のスパイダーマンが、 糸を出す生体ウェブって言うんですけど、体からね。あれは、ジェームズ・キャメロンが考えたことです。はい。えー、そして、トビー・マクガイアを推薦したのはデア・アルド・デカプリオでした。大親友だったんでね。えー、当時、トビー・マクガイアはサイダーハウス・ルールなんかみたいな真面目な映画に出てたんで、まさかアクションするとは思ってなかったらしいんですが、まあ、デカプリオの推薦ということで、 えー、出たそうです。うん。よくできてました。本当に、ね、夢中になれましたね。え、それからコンスタンスに、えー、2、3と、サムライミーと、えー、まあ、あの、同じオ,オリジナルスター、あの、キャストが出てね、やるんですけども、あの、ヴィランがね、一つ、すごく良くて、えー、一作目はグリーンゴブリンでしょ二作目が、 えー、ドクター・オクトバス、ドク・オク。3作目が、えー、サンドマンと、そしてハリーがグリーン・ゴブリンになった、えー、まあ、ヤング・グリーン・ゴブリン。そして、えー、ベノムっていう宇宙生物が出てきますね。えー、まあ、あまり評判は良くないんです、ベノムに関してっていうのは、サムライミア、ベノムがあんまり好きじゃないんですよね。 うんまあ、独国の最後は最高なんですよ。あのー、ね、俺は怪物の方も死ねない言うて、核物質持ってハードソン川に沈むみたいな、ちょっと泣けましたけどね。えー、3のイメージは、あのー、そのベノムの寄生されたスパイダーマン、ピーター・パーカーが悪の心を持ったっていうので、どんなことするんだろうと思ったら、えー、腰を振り出して <laughs>、 腰を振って踊ってる印象がすごく強いんですよ。まああの、そのベノムはスパイダーマンから離れて、えー、今度スパイダーマン襲うようになるんですけどね、最後は本当に巨大化したサンドマンとベノムが MJ、MJ といえばですね、キルシティンダンスと、皆さんは、えー、トム・クルーズ、ブラッド・ピットのワンバー、イヤ、 あの、インタビュー with ァンパイアのね、ヒロインで、えー、知ってる方もいると思うんですが、僕は ER っていうテレビシリーズのね、ジョージ・クルーニーが心配する、あのー、10代の娼婦の役で結構知ってたんですけども、美人かうーん、美人,、うん、美人うん、まあ、侍美好の顔はしてます。はい。えー、まあ、これを助けるために、えー スパイダーマンはこの2体と戦うわけなんですよね。もうダメだーっていう時に配信したと言いますか、あの、そこで、えー、ネタバレですけども、ハリー、友達がハリーがグリーンゴブリンになって助けに来るんですよ。これがかっこよくてね。もう、本当に痺れましたね。うん。まあ、あのですね、 全体的に流れるトーンはシリアスなんですよ。うん、本当に。最後も最後までシリアスで、えー、まああの、いろんな人創出演でサムラ侍ーの娘がね、出てたりとかあ、そういうのもありますし、まあハリーがね、ああいうことになっちゃって、4は企画されてたんですけども、作ることはなかったです。まあ、企画はされてたんです。 で、頓挫しちゃうんですね。で、えー、その後、アメイジングスパイダーマン。1、2と、あの、3D 映画として制作、再開するんですけども、完璧に、えー、やらんでいえことをやってます。それは、え弁護士さんが死ぬシーンなんていうのはもういらないです。もうわかってるんでね。それがきっかけでスパイダーマンになったことぐらい。うん。 それをすごく時間かけてやっちゃったことで、間延びというか、うーん、同じことせんでもええんじゃない早くなんか新しいの見せてよっていうのがすごく印象的で、まあ嫌いじゃないんだなんかあの男前やしね、ガーフィールドさん。 男前なんですよ、身長高くて。これが、あの、いじめられっ子っていうイメージが全くないし、うーん、まあ、頭はすごくいいっていう設定は、合ってたかもしれないんですが、2はもっと悲惨な目に遭いましたね。それは、ま、恋人の、 が、あのー、助けられなかったっていう苦しいのを残して終わってしまうっていうことなんですけども、それを払拭したのは、はい、えー、マーベルがソニーから、えー、スパイダーマンの権利を借りて、えー、まあ、売っちゃってるんですよね、とっくにお。お金がない時にソニーにスパイダーマンを。権利を借りて、マーベルバースの、えー、アベンジャーズシリーズの延長上で、 えー、スパイダーマン、トムホ、ト、トムホ、スパイダーマンが出てきます。それが、シビルウォー、キャプテンアメリカでしたね。えー、よく喋って、元気いっぱいな、レオタード君でした。そして最後に、スパイダーマン、ウィル・リターン、帰ってくるよってことで、新作来ましたね。スパイダーマン、ホームカミング。おこれどうなるんやろうやっぱりシリアスになるんかなと思ったら、めちゃくちゃ明るい映画でね。 いや、本当にポップで、えー、これこそポップカルチャーかなーっていう感じの作りをしてて、な仲間もいますしね、えー、で、まぁ、あ、あのー、いつもね、ピーターが謝ってるんですよ。好きな子に。ごめんね、ごめんねって、なんで謝るのって聞かれて、確かにそうだよなーって謝らなくていいよねーって思って、うん。まあ、そんな思い出があって、つゆは、 もっと大爆笑しました。パーフロンホーム、えー、ミステリオというね、インチケアローが出てくるんですけども、ポール・ギレンホールがミステリオをやってるんですけども、えー、それが、スターク・インダストリーのシステムを盗むために、ピーター・パーカーを騙すっていうね、いろんなホログラフィックとか使って、うん、 すごくポール・ギレン・ホールが、えー、ロバート・ダウニー・ジュニアの演技を勉強しましたね、それっぽく見せてるんですよ。で、それを見たピーター・パーカーが、あ、この人なら大丈夫だということでシステムを渡してしまうんですね。そこから悲劇が大きくなっちゃって、まあ、最後はロンドンで戦うって言いますか、たくさんの、えー、要するに、 ミステリオが放ったドローン、すごいね、銃を積んだドローンに、えー、ころ、が攻撃しまくるんですけども、まあ人とかは向けたピーター・パーカーが、す、え、べ、ー、てを、えー、倒します。そして、えー、ミステリオも倒すんですけども、スパイダーマン人は殺しません。うん。 まあ、あの、自滅っていう形ですね。しかしながら、ネットっていうのは怖いもんで、えー、スパイダーマンがミステリーを殺したって感じで。で、あのー、なんて言うんですかね。うーん、あれですね。あのー、なん、スパイダーマンの正体は、 ニューヨーククイーンズの少年だったーって、デイビー、デリービーグルさん、ね、スパイダーマン、大嫌いな新聞社が、暴露しちゃうんですよ。そこで終わっちゃったんで、すまあ、続編に期待したんで、かなり、三、えー、3作目のノーウェイホームは期待しました。だけど、これは個人的な意見なんですが、あのー、1作目のスパイダーマンのトビー・マクガイアが出てきたり、 えー、二作目の、えー、アメイジングの、ガーフィールドくんが出てきたりとか、すごくいいシーンって泣くんかなと思ったら、そう泣けないんですよ。うーん。だろうなって感じで。うん。いや、好きなんですよ、スパイダーモだけど、その、なん、なんて言うんですかね。 うん、ドッキリはしませんでした。あー、出たんやーって、うん、感じで、ええー。まあ、泣いてる人もいたとは思うんですよ。だけど、な、なんだか物足らないというか、で、ヴィランが、新ヴィランがいないんですよね。過去のスパイダーマンが戦ったヴィランたちが、えー、っと、ストレンジの、 呪文が間違ったせいで、マルチバースからスパイダーマンを、トム・ホース・パイダーマンをやっつけにいっぱいやってくる。復活して。まあ、グリーン・ゴブリンやら、ドクオークやら、えー、サンドマンやら、なんやらかんやら、リザードだ、い,いっぱいで、やっつけに来るんですけども、あの、うーん、新キャラっていうのが出てこなかった分、 ちょっとがっかりかなっていうのもあります。それに、あの、いよいよ完結しちゃうんですね、フェーズ4が。はい。まあ、いろんな、あの、マーベルの、マーベルバースは、あの、MCU は、あの、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3、フェーズ4ってありまして、フェーズ4のラストが、スパイダーマン、ホームカミングなんですよ。で、そっからコロナがありまして、だいぶ時間があって、えー よくある、エスカレット・ヨハンソンの、ブラック・ウィードが公開されて大不評だったんですよ。うん。僕もあんま好きじゃないんですね。なんか下品というか、な、な、なんだかなちょっと違うんだよねっていう感じだったし。その次にあった、チャ、サ、え何シャンチー。最強でしたね。めちゃくちゃ面白かったっすよ。主人公やの男じゃないからどうかなと思ったんですけど、あれでいいんですよ。 もう優しくて優しくて強くて強くて。もう、トニーレオも演技してましたし、リュも出てくるし、いや、ほんまこれドラゴンボールじゃねえのかって思うぐらい良かったです。はい。で、エターナルズはもう、言いたくありません。まあ、そんな感じで、えいろんなことがあっての、本当にフェーズ4だったんですけども、本当にシーハルク、 テレビシリーズっていうか、あの、ディズニープラスではシーハルク、女のハルクですね。あと、キャプテンアメリカに、あの、ファルコンがなってしまうとか、ま、いろいろありました。で、えー、うーん、ま、いろいろ最後、ニューヨークの、えー、自由の女神のスタテン島で対決するんですけども、うん、まあ、 嬉しいのは、ああいう亡くなり方した、毒ク,クが、スパイダーマンが、の、味方になってくれたっていうのはすごく嬉しかったですね。ただ、あの、エリクトロ、あの、アメージングに出てきた、ジェイミー・ホックスがやった役が、衣装が全く変わってたのは、あれと思ったんですけどね。まあ、原作に近くしたかもしれないんですけども、 ま、CG なしの本人の顔登場で、頭も良くなってましたね。うん。それがあれと思ったんですけど。ラスト、あネタバレです。えー、全部封印するには、スパイダーマンの記憶を全員がなくすこと、みたいな感じでね。えー、そういう呪文を、ど、えー、ストレンジが唱えないとダメっていうことで、唱えちゃうんですね。 ということで、皆さんがスパイダーマンの正体を忘れてしまう、うん、友人も、MJ も、そしてストレンジすら、アベンジャーズのメンバーすら、あの、スパイダーマンの正体がピーター・パーガーであることを忘れて、一人ぼっちになって、大学も行けず、えー、名誉はさんも死んじゃって、一人ぼっちで、えー、あなたのオリンジスパイダーマン。結局、スパイダーマンって悲劇なんですよね。うん。 やってもやっても悲劇が待ってるっていうのはスパイダーマンの宿命なんですよ。大いなる力には大いなる責任が伴うっていう弁護士さんの名台詞があるんですが、まさにそれを言ってますね。え、なんか、悲しいですけど、まあ矛盾点もありますよ。じゃあスパイダーマンスーツ作ったのはトニー・スターグじゃーんっていうのもあったんですが、うーん、悲しい。 終わり方しましたね。クリスマスにしてはすごく救いのないクリスマス映画だったんじゃないでしょうか。えー、これで多分トム・ホー・スパイダーマンは終わりだと思います。というのも、その後公開されたサムライミ監督の、えー、ドクター・ストレンジ・マルチバース・オブ・マットネスっていうね、めちゃくちゃ怖いホラー映画なんですけども、マーベルなのに。 スパイダーマンは一切触れてないんでね。えー、復活するでしょうか。まあ復活するとしたら、えー、同じソニーが権利持ってるベノムも出てたんでね、この、ちょっとだけですけど、対決してほしかったっていうのが、本当の感想でしたね。やっぱりベノムって最強でしょ うん、グリーンゴブリンよりえ、えぐいっすよ。ウェドムって。うん。スパイダーマンの敵なん、敵というか、うん、本当にスパイダーマンが叶わないやつっていう。まあ、今回は、あのー、花を持たせたって感じでね、ウィリアム・デフォーに。グリーンゴブリンが、まあ、ラストボスやったんですけども。なんかね、えー、トムホが可愛らしい、優しい顔してるだけにね、 なんか、すごく寂しい,いラストでした。皆さんはどう感じになったでしょうかけど、それでも僕はスパイダーマンを応援したいと思います。ただ言いたいのは、この、始まった、えフェーズ4は大失敗だったと思います。あまり、正直言って、ね、フェーズ3までの、その、エンドゲームまでの引っ張り、 ワンツースリーフェーズ3までの引っ張りがあってのエンドゲームのあの、私はアイアンマンだって言って指パッチンするのは、あれは泣けたんですよね。それは作品泣けたというよりも、その、やった10年間の自分の歴史を振り返って、あん時あれ見たな、あん時あれ見たなっていうのを振り返った最後はこれなんだ、終わりなんだっていうのをね、考えた時に、この10年、 頑張ったなーっていうことで号泣したんですよね。あの、今回のスパイダーマンにはそれがなかったっていうのはね、特撮はそこがあったかもしれないけど、ちょっと残念な作品に僕は感じました。皆さんは楽しいんだと思いますよ。うん。それでいいんじゃないですかね。映画っていろんな見方があるんで。ということで、チャッキオジでさ